皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、開業時に知っててほしい教室集客基本5つのコツ、ノウハウ解説をしていきたいと思います。はい。開業時、まあ、もしかしたら教室の講座のリニューアルとか、新しい構成にやり直す時っていう時には、同じようなことを多分考えなくてはいけないことだと思うんですけれども、この点はですね、もう基本といえば基本で、私も新しい事業を立ち上げる時には、必ず考えていることですので、まあ、そちらを今日は皆さんにお伝えしていきたいというふうに思っています。はい。それではですね、ポイントについてお伝えしていきたいと思います。まずですね、まあ、基本の5つっていうのがあるんですけれども、教室業っていうのはどういう状態で成り立つかっていうのを考えていただくとですね、まずどんなにスキルがあっても、それがまあお料理のスキルであろうと、雑貨とかそういった手先をね動かすアーティスティックなスキルであろうと、どんなにスキルがあっても、それを習いたいという生徒さんが目の前にいない限りは教室業としては成り立たないですよね。これ分かってるようで案外分かってない方が多いので、もう一度言うんですけれども、どんなに素晴らしい学校を卒業していて、授業料を何百万と払って学んだスキルがあったとしても、それを届けるべき生徒さんが目の前にいない限りは教室業として成り立たないということになります。はい、この基本いいですか。はい。そしてでは、じゃあどういうことが必要になるかっていうと、まずその集める対象者ですね、未来の生徒さんが望むものを提供できる自分であるっていうことを、まあ、インターネットとかその他媒体を使って伝えるから来てもらえるということになります。今はとても便利な世の中になって、ネット上で伝える手段とかはものすごくたくさんあります。もちろん年齢層とかによっては紙媒体っていうのも今でも有効ではあるんですけれども、かけた金額と、まあ、その入稿したり何したりっていうその手間とかいろいろ考えると、コストパフォーマンス的には、まあ、絶対的にウェブ上の集客の方がコストパフォーマンスはいいです。ですので、そのつなぐ手段としてはウェブだったとしてもですね、まあ、こちらの未来の生徒さんとご自身のスキル、これをつなぐ手段を考えなくてはいけないんですよね。じゃあその時に何を考えなくてはいけないのかっていうのが、まあ、その5つのコツのところに入ってくるものなんですけれども、まず一番最初に、まあ、誰にっていうことになるので、このお客様像ですね、お客様像を考えなくてはいけないということになります。それがよくね、ペルソナ設定とかって言われる内容とかも入ってきますけれども、この人たちに私のスキルのこの部分をお伝えするっていう、そういう切り口を考えなくてはいけないんですね。そうするとかなり具体的に考えれば考えるほど、ラブレターと一緒でですね、ラブレターって基本一人の人に複数に出すのか出すこともあるのかもしれないですけど、基本例えば好きな人一人の人に心を込めて書きますよね。あの感覚に近いです。ある一人のターゲットを決めるっていうのは、で日本全国人口は多いので、特に今はオンラインでも集客できますから、その一人の人っていう像を決めたとしても似たような人は結構複数にいますので、教室が全く成り立たないほど、少ない人に絞るっていうことにはならないです、大抵。はい。ですから、例えば私の場合、事業を5つぐらい回してたことがあるんですけれども、その時々の、対象となる生徒さん、まあクライアントさんが全部違います。違いました。だから毎回毎回考えなくてはいけない。これをお伝えしたい人は誰のためにだったらすごく役に立つ、内容になるだろうかっていうところをするために、まず誰から先に考えて、その人たちが欲しがる内容ならこれだよねっていう、私のスキルの中のここですよねっていうふうにして、だいたい授業を組み立てていました。ですので、例えばそうですね、そのパン教室の時を例にすると、
私の班教室の年齢層は50代とか60代とか、もともと年齢を上めで設定してました。当時その年齢を上めを設定するっていうのを分かるように書いてある教室って少なかったんですよ。今は割とね、シニアのためのみたいなの書いたりとかする方もいらっしゃるんですけれども、当時、今ちょっと平坦の方にそれは入ってないんですけども、40代から始めるっていうことを歌っていたので、まあ50、60の人が多かったんですけれども、しっかり年齢層のターゲットとかをお伝えしていたりとかしていました。で、その人たちが、かつ、まあ、時間とかお金にも余裕があって、で、手ごねが主流だったんです、当時世の中は。で、手ごねはもう手が疲れちゃって、50代60代ですから、もうパン作りのその生地を触るっていうのは、まあ、美味しい生地ができればそれでいいっていうことで、ニーダーと呼ばれる機械でこねる、こね機を使った教室にしようっていうふうになったので、もうターゲットがそこの人たちにドンピシャになるように、作っています。私はもちろんニーダーは扱いは慣れていたのは、ニーダーを販売してた営業だからっていうことはありましたけれども、手ごねも教えることはできたんですね。だけれども、手ごねをそこでいっぱいの教室がやってる中で手ごねを教えるって言っても特徴が出せないので、全コース機械ごねにするっていうことで特徴を際立たせたりして。で、それは対象者の方にとっても嬉しいことになりました。で、その代わり、手はね、動かして作るっていうものが楽しいっていう方を、デザイン性とか変わったものが好き、パン屋さんに売ってないようなパンで、それをこう作る自分も嬉しいし、あげた人にも喜んでもらえるっていうことを喜ぶ人を集めようと思ったので、デザイン性に富んだパンを教えるっていう、そういう内容を作っていったんですね。ですから、人が特定できると、どういう講座を作っていくかっていうのは、その人が喜ぶように作っていく。要は喜ぶっていうことは、見つけたら、わ、入りたいと思ってもらうように作るっていうことになりますので、そのあたりはね、やってました。あと、天然酵母は当時まだそんなに流行ってなかった時代で、天然酵母を7種類、1箇所で習えるっていうところがなかったので、そういうちょっと酵母マニアみたいなタイプの人、まあ、先生も多くいらっしゃってましたけれども、そういうものを理解した上で講座を作る。だから人が先です。だから誰に何を教えるかの誰にの部分をまず最初に考えないといけない。これが1番目ですね。で、2番目に、その何をっていうことを教えますよっていう、そういうカリキュラム。だからカリキュラムから先に作る方多いんですけど、人から先に作った方が成約率は高くなります。いいですか、この順番。自分がこれをできるからという順番から、それを習ってくれそうな人を探すっていうよりは、こういう人に教えたいからっていうことからカリキュラムを組んだ方が、よりその人たちに見つけてもらった時には響く講座が作れるので、人間先の方がいいです。はい、まずね、1人だから誰に教えるのかで、次に2つ目は今の話の中で出てきた何を教えるのか、これが2番目に必要になってきます。これをまずやる。で、その時に何を教えるかっていうのも、単なる、例えば私の場合パンだったんですけど、パン教室のパンを教えるだけっていうふうになると、今の世の中だとですね、技術はいくらでもどこでも習えてしまうので、プラス個性が必要になってきます。個性っていうのは、その人自身、例えば私で言うと、キャリアはまあいろんな会社やってたんで、デザインができるとか、あとは写真が撮れるとか。まあ、いろいろあるんですけれども、その中でパンと結びつけて掛け算で特徴にできることないかなっていうことでやったのが、まあ、そのデザインのできるおしゃれなパンっていうことと、あとは写真ですね。写真をくっつけた講座も作っていたので、それは自分の中に持っていることで、当時の世の中のトレンドにも合っていた。それが、インスタ映えはもう少し後なんですけれども、皆さんがスマホでもこう割とこう自分の素敵に作ったものを皆さんにこう見せる承認欲求とコミュニケーションが出始めてきてた時代だったんですよ。ということは、皆さん、自分が撮ったものを素敵って言ってもらいたいっていうために写真を撮るっていうのが割と当たり前になってきている世の中で。で、そこにおいて写真とパンということは、作ったパンを
綺麗に撮る撮り方を教えてあげれば、そのまま拡散していくっていうことができるかなと思ったので、写真とパンっていう講座を持ってました。それは時代背景とそういうものを皆さんに知ってもらいたいっていうタイプの人がいるっていうことで、その人に提供するということで作った講座だったんですよね。だからその時に誰に何をと同時に、自分の個性と経歴特徴、これ3つ目なんですけどね、考えた上で講座を作っていくということが必要になります。そして4つ目ですね、その自分っていうものが、まあ、特徴とかあるんですけれども、それを魅力的に、嘘はつかなくてもいいんですけど、プロフィールって案外大事で、最近の皆さんの見ている目っていうのは、何を習えるかよりも場合によっては誰に習えるかっていうことを重要視するケースが増えてきてるんですよ。ということはプロフィールがですね、何々製菓学校を出ました、どこどこで何を何年ディプロム何を取りましたというプロフィールがプロフィールだというふうに思ってる方いらっしゃるかもしれないんですけど、それは経歴として書いてあってもいいです。書いてあってもいいんだけれども、プロフィールに書かなくてはいけないことっていうのが、自分がどういう人生を生きてきて、どういう思いで今この教室をやっていて、その教室で教える知識を誰に伝えたいのかっていう思いの方ですね、こちらを書いてほしい。でそれによって、あ、この先生好き、この先生いいなって通おうっていうのを決めていくっていうのが昨今の状態なんですよね。だからこれ全部連動してるんですけども、誰決める、何を習えるかを決める、そしてそのための自分の過去も掘り起こした特徴を作る、そして そこから導き出される、この対象の方に響くプロフィールをきちんと作るっていう、ここまでで4つですよね。はい。で最後に、その総合的な部分においてですね、この誰って決めた方がどんな未来を手に入れることができる教室なのかということを明確に記載する必要があって、これワンセットなんです、この5個が。だからその5個を決めていく上で、当然、まあ、相対評価になるんですけれども、自分以外の教室、例えばパン教室が山ほどあって、似たようなことを皆さんが言ってて、似たようなものを伝えていたとしたら、なおのこと自分の思いとか生きてきた内容で考えていたことっていうのは、自分一人だけのオンリーワンのストーリーになるので、それそこまで被ったら怖いですよね。被らないはずですおそらく。はい。だからそこをちゃんと理解してもらって、教室なんだけれども、習い事なんだけれども、人対人みたいなお付き合いができる状態を作っていくっていうのは、とても大切なことになります。ですからその5つのことをですね、まず基本的に作り上げていくっていうことですね。それをやった上で表現していくのがウェブで、でホームページがあった方がいいですよ。でさらにその一部一部を細かく細分化しながら発信していくのが SNS っていう使い方になります。ですから集客をする上で一番大切なのは、自分の来てほしいお客様に自分の教室の存在がそこにあるということを伝えなくてはいけないんですが、伝える上でこの人にとって魅力的に見えてないと結局伝わらない、スルーされてしまうので、伝わらないっていうことになるので、思わずこうね、振り返りたくなる、えとかいう、そういう感じですよ。道すがらね、あちらから来るんで、こうすれ違う時にハッてこうね、振り返ったくなるような、例えば男の人だと綺麗な女の人とかね、そういうのもあるのかもしれないし、女性だとものすごいイケメンとかだったら振り返ってしまうのかもしれませんけれども、そういう感覚です。ってことは差異があるということですね。それが個性としてです。だから私の教室なんて何も個性がありませんって言ったらまず無理なんですよ。だって個性がないって言ってる先生のところにお金を払って人って通いますかという話ですね。だから個性がないと思うんだったら、過去の自分の経歴からでもいいので必死に探してみるっていうのがまず一つですね。あとはもうね、個性がないってもし思うんだったら、もうね、やっちゃってから声を集めるっていうのもありですよ。最初辛いかもしれないけど、もうとにかく無料でもいいから、
とにかく自分の修行っていうことも兼ねて、こういうものをやるよっていうのを何個か用意して、それがどれが一番人気だったかっていうのから、ニーズを掘り当てて、そして講座を作っていくっていう、ちょっと荒療治的なやり方ですけどね。やってみると分かると思うんですけど、興味を持たれない講座って無料でも人って集まんなかったりします。で、集まる場合には、例えばパンとかだったら食べたいからって言って本当に食べ逃げ状態の人っていますからね。私の教室ではないんですけど、会社でやっぱり体験会とか、機械のね、良さを見てもらうための体験会ですけど、パン 2,3 個は作りますよ。したらワンコインでってやってたら、その昼食より安いからって言って体験会に来てた人いましたからね。もう買う気さらさらないっていう、まあ、そういう人とかもね、集まってきちゃう。だからこれもどんなものが魅力で、どういうふうにその方がなれるのかっていうのをきっちり文章に歌わないから、食べるだけの人が来ちゃうっていうことになるんですよね。ですから、無料でも人は来ないっていうこともあり得るっていうことも理解した上で、であればやっぱり自分の理想とするお客様にきちんと響くように伝えていく、届けていくっていうことが、まあ、必要なんじゃないのかなっていうふうに思います。はい。ですので、まずね、自分探しの旅が結構大変です。はい。よくクライアントさんにコンセプトワークシートって言って書いてもらってるんですけれども、結構皆さん苦しんでます。はい。自分のストーリーってね、案外書けないんですよ。だから、すでにね、生徒さんがいる方が教室をリニューアルするっていうのは、そんなに多分難しくないかもしれないです。声があるから。ない人とかは必死に作り上げないといけない部分がありますので、ここはね、結構時間かけてちゃんと考えてみた方がいいと思います。はい。ということでまとめたいと思います。開業時に知っててほしい教室集客基本5つのコツ、ノウハウ解説は、まず1つ目、誰にを決める。2つ目、その誰にが喜ぶ、提供するサービスを考える、まあ、何をという部分ですね。3つ目、自分自身の特徴、その方たちにとっていいなと思ってもらえる自分の特徴を歴史から掘り起こして考えてみる。3つ目。4つ目、その特徴とか、その、ターゲットにする人に響くようなプロフィールをしっかり作る。自分の経歴も含めて思いを特に込めて書きます。で、5つ目、その通った方がどういう未来、ワクワクする未来を手に入れることができるかということが、結果としてこういうことができますよというのを言ってあげなきゃいけないので、得られる未来の姿をきちんと作り込むということですね。この5つはどうしてもないと、人を引きつけることができないし、ということは集客ができないということになりますので、最低限スタートアップの時にはですね、この5つのことは、まず作って、それを、まあ、写真とともにですね、ウェブページに表現をしてお客様を集めてみると。で、集める手法はたくさんありますので、それはね、また違う章の時にお伝えしていきたいと思いますが、取り急ぎ、この5つのコツを理解して前に進んでいっていただければと思います。それでは。